寒い寒い冬がやってきました。多くの人々が思い思いの暖かそうなコートを着て街を歩いています。それはとても幸せそうな光景でした。しかし、そんな幸せを横目にブルブル凍えながら歩いている女の子がいました。セブンちゃんはコートを着ていません。セブンちゃんは生まれてからずっと貧乏でした。2年前、お父さんが新型コロナで亡くなってから、さらに貧乏になりました。コートを買うお金なんて、なかったのです。そんなセブンちゃんのことを、学校の同級生たちはひどくからかいました。やいやい、貧乏女、コートも買ってもらえない貧乏女。コートも買えないなら学校をやめてよね。貧乏金がクラスに移るでしょう。しくしく、えぐえぐ。セブンちゃんはあんまり悲しくて、悔しくて。ある日、学校でいじめられていることを、お母さんに話してしまいました。お母さんを巻き込みたくないし、話したところでどうにもならない。そんなことはわかっていましたが、どうしても悲しくて、我慢できなかったのです。お母さんは愛する娘のいじらしい涙を見て胸が引き裂かれる思いでした。お母さんはセブンちゃんの体を引き寄せてぎゅーぎゅーっと強く抱きしめました。セブンちゃんの冷たくて小さな体からいろんな思いが伝わってきます。悲しかった、辛かった、お父さんに会いたい。二人はしばらくの間抱き合って一緒に泣きました。そうして涙が枯れた頃、セブンちゃんの心は少しだけ安らかになったのでした。お母さん、ありがとう。私、どんなに寒くても、いじめられても、大丈夫。コートなんていらないよ。だってこんなに温かいお母さんがいるんだもん。私にとって、お母さんが世界で一番素敵なコートだよ。セブンちゃん、ごめんね、と言いかけて、お母さんはやめました。これ以上、娘を惨めな気持ちにさせたくなかったのです。代わりに心の中で静かに、神様に祈りました。どうか、早く寒い冬が終わりますように、暖かい春が来ますように、この心の優しい子が凍えなくて済む、春が来ますように。